はい、皆さんこんばんは、ハチアトラコです。今日は食べてみたシリーズでひなあられを食べたいと思います。はい季節柄だね。はい、ひなあられはね、いや好きだよ。なんかなんて言うんだろうな、俺甘とこだから、砂糖食ってるみたいなぐらい甘いのでも好き。なのでまあ、あとはいい音するかなと思ってね、サクサクっていう感じです。はい食べていきますこんな感じです。はい、これは何、お米から作ったひなあられって書いてあります。はい、お米から作ったってことはでわざわざ書くってことは、ひなあられって本当はお米から作ってないっていうことなのかな。まあちょっと後で調べておきますはい、ノーマルじゃないやつを買ってしまった可能性もありますが、食べます。はい、あれこんな味だったっけあれちょっと待って、あれあれひなあられってこんなざあれあれあれいやごめん、俺が想像してた味じゃなかった。いやもうすげえ久しぶりに食うし、なんか、ポン菓子食ってる感じ。伝わる？ポン菓子。駄菓子。あれこんなに優しい味だっけ？ひなあられってこんなに薄味だったっけ？いやでも別にまずくないよ、まずくない。まあでも美味しいかって聞かれるとちょっと。いやでも、いやまずくはない。まずくはない。俺の好みの話だからね。まずいとかじゃないんだけど。あれあれいや、ま、こういう時もあるよね。こういう時もあるよ。ただ、なんだろう。食べ続けてるから、なんかだんだん慣れてきて、美味しく感じている自分もいる。久しぶりだったからね。まあ、食ってると、なんかだんだん、美味しい まあまあかな。でもさ、ひなあられってさ、食うもんじゃない？まあ食うもんなんだけど、なんだろう、彩りのイメージない？なんかちょっとちょこんとさ、ね。それこそこの、なんだっけ、ひな祭りの時にさ、そう。ね。まあ、以上です。はい。以上。もしも、なんだろう、海外で見てる方ね、そう。ひなあられ、どこかで見かけたら、食べてみてください。はい。で、そう、食べてみれば多分、これは、ってなると思う。まずいわけじゃない。ただなんか、ってなると思う。はい、ぜひ試してみてください。はい。一応、形としては、こんな感じです。伝わる？はい。です。はい。あ、じゃあまたねー。バイバーイ。You and I.
Imagine in your halo.